緑川でございます。5月5日、子供の日でございます。5月4日緑の日はですね、神社に行きました。で本日もちょっと神社に行こうと思っております。で今日は、銀座の夜景の前に来ております。今日は銀座です。銀座に来ております。コパビル、コパショップ、開店前、銀座三宅の宮崎、本日はコパさんの誕生日ということですね、このように、やっております。はい、準備中でございます。小林くんも元気でございます。はい、銀座三宅の宮の前からお届けしております。本日はね、11時からゼニアということで、今ちょっとバタバタとやられております。であと今日は開運日、実の日ですね。実の日でもあります。外にね、このようにお宮があってですね、まあ、中にもこういうふうにお宮があるんですね。お宮があります。こんな感じで中にもね、この辺にこのようにね、お宮がございます。はい、こんな感じで、コパショップもね、こんな感じでございます。はい、はい、で天気がいい日はですね、外で神事をするような形になります。八重さん来た。あー、八重さん来た。八重さんどうもどうも。八重さんいらっしゃった。どうもどうも。生八重さん見た。いや、こちらこそ。いやいや、生ですよ。あの SNS 大丈夫ですか。無理。あ、大丈夫です。大丈夫か。はい、あの八重さんと合流しました。八重です。はい、八重さん登場。こんな感じで今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。お誘いいただきました。いつもありがとうございます。本当にお世話になっております。はい、あ、舞さんが可愛いって。お疲れ様です。八重さん登場。はい、でまあ45分くらいからいろいろ説明が始まるそうなので、まあ、それまでに手水をしていただいて、はい、段取りはいろいろ説明します。説明されますので、はい、あ、マイさん、ありがとうございます。八重さんも似合うて、ありがとうございます。どうもありがとうございます。ありがとうございます。八重さん登場。この15分ぐらいでやられると思います。ネットでお見かけしたんですが、緑川でございます。見たまんまの緑川でございます。はい、はい、すみません、こんな感じでやっております。本日はよろしくお願いいたします。ゆみさん、緑風、あ、いやいや、今もう皆さんものおかげでございます。いつもお世話になっておりますよ。あ、タンポポさん、ハートにありがとうございます。こんにちは。みほこさん、こんにちは。ありがとうございます。本日はですね、銀座のね、三宅の宮来ております。いらっしゃいませ、ありがとうございます。伊豆さん、お疲れ様です。本日はね、八重さんをお迎えして銀座三宅の宮から来ておりますということで、ちょっとさっきの引き続きね、失礼します。はい、手水をします。銀座三宅の宮の神様、今いろいろね、着々と準備が進んでおります。こんな感じで、ね、ではお参りしてまいりましょう。2、はい、バンバンってやってくださいね。はい、じゃあ一礼。はい、じゃあよろしくお願いします。まあ、ちょっと正式参拝がねありますけれども、あと手水と、まあ可能であればお口ゆすぐみたいな感じで、はい、っていう感じでやっております。あ、T さん、お疲れ様です。今日はね、銀座三宅の宮に来ております。後ろ姿は八重さんです。こんな感じです。八重さんお参りしております。八重さんです。さすがですね、エレガントでございます。15度で落ちて戻るっていう形になります。また説明があると思います。ショップに代わってご説明させていただきます。言われるんで。ああ、どうもどうも。そうです、そうなんですか。ご挨拶して、ちゃんと皆様の分も銭洗い、並びに、開運祈願してまいりますので、本日もいい日でありますようにということで、皆さん本日ありがとうございます。また八重さんね、ご説明します。ありがとうございます。また緑川八重ともどもよろしくお願いいたします。それではですね、今日皆さんも良い一日でありますということで、おがれまちどうもありがとうございました。朝の時間ありがとうございました。失礼いたします。
今7歳今7歳これがあっという間に77歳でどうでしょうか、バランス的にはどうですか。こうだね、はい、あ、すいません、なかなかこのね、神主がケーキ持ってるっていうのおかしい素敵な絵、素敵な絵ですね。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデー、ディア・ポーパさん。ありがとうございます。何願う？内緒だ。今元気です。おめでとうございます。自分でやります、はい、無事に77歳90の誕生日を迎えることができました、朝あの朝頃に入り朝陽正午デポに入って何を思ったのか、なんでこの男は次から次へといろんなことをやりたがるんだろうかと、なんで自分で忙しくしてるんだろうかと、まあこの1年もまたいろんなことをやって皆さんにも2個迷惑をおかけし、ギフトをよこせた。なんでお前は来ないんだから始まっていろんなことを言い続けるだろうと思います。今年一年もどうぞあのご一緒に楽しくお付き合いのことをよろしくお願い申し上げます。自分で言います。おめでとうございます。おめでとうございます。